ラージュ。待ってて。あなたの苦しみは私も背負うから。
医者を呼べ、早く。サーシャの胸にドラゴンの鱗がめり込んでいた。サーシャの爪は私たちが倒したドラゴンの爪にそっくりだった。私が直してみせる。日を追うごとにサーシャの皮膚は竜の鱗に覆われ、
体温は上昇していった。あらゆる薬草を飲ませ、禁忌とされる術式を試してみても、病の進行を止めることはできなかった。サーシャの体は衰弱していく一方だった。サーシャ、私が必ずサーシャ。こんなに傷ついて痛かったな。大丈夫。これからはずっとずっと一緒だ。
サーシャ。死ぬ時は一緒だ。